第87回アカデミー賞の受賞式は、映画芸術科学アカデミーが主催し、2014年の映画を対象としており、2015年2月22日に、カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドのドルビーシアターで午後5時30分より、開始された。アメリカ合衆国では ABC によって放送され、プロデューサーは、ニール・メロンとクレイグ・ザ・ダン、司会は、 ニール・パトリック・ハリスが務めた。ニール・パトリック・ハリスは、初めての司会起用となった。関連イベントとしては、2014年11月8日に、ハリウッドハイランドセンターで、第6回ガバナーズ賞受賞式が行われ、アカデミーは名誉賞を、ジャンクロード・カリエール、宮崎・駿を、モーリン・オハラに、ジーン・ハーショルと共愛賞を、ハリー・ベラ・ホンテにそれぞれ授与した。 2015年2月7日には、カリフォルニア州ビバリーヒルズのビバリーウィルシャーホテルで、マーゴットロビー、マイルズ・テラーの司会により、アカデミー技術貢献賞受賞式が行われた。最多受賞作品は、バードマンアルイワと、グランドブダペストホテルであり、4部門を受賞した。バードマンアルイワは、アレハンドロ・ゴンサレス・イニアリトが、作品賞、監督賞、脚本賞を、 グランドブダペストホテルはアレクサンドル・デスプラが作曲賞をそれぞれ受賞した。この他にセッションが JK シモンズの助演団優勝を含む3部門を博士と彼女のセオリー、アリスのままで6歳の僕が大人になるまで、イミテーションゲームエニグマと天才数学者の秘密ベイマックス、イーダーシチズンホースの腕の曝露ク,クライシスホットラインベテランズプレス1 一本の電話、愛犬とご馳走、クローリー、明日への更新、アメリカンスナイパー、インターステラーがそれぞれ一部門で受賞した。北米では3060万人の視聴者を獲得したが、これは第80回に次いで歴代では3番目に低い数値であった。ノミネートは2015年1月15日の PST 午前5時38分にカリフォルニア州ビバリーヒルズの サミュエル・ゴールドウィン・シアターで発表された。アルフォンソ・キュアロンと JJ ・エイブラムスが11部門を、クリス・パインとシェディル・ブン・アイザックスが13部門を発表した。受賞式のプロデューサーを務めるニール・メロンとクレイグ・ザ・ダンの提案を受け、今回から24部門すべてのノミネートの発表が生中継された。最多ノミネートは、バードマンあるいはと、グランド・ブダペスト・ホテルの9部門のなった。 受賞者は2015年2月22日に受賞式で発表された。第82回で作品賞のノミネート枠が5作品から10作品へ拡大されてから初めてすべての候補作品が少なくとも一部門で受賞を果たす結果となった。アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリットは前年にゼロ・グラビティで受賞したアルフォンソ・キュアロンに続き2年連続で メキシコ人の監督賞受賞者となった。イニアリトゥは個人では最多となる3部門にノミネートされ、そのすべてにおいて受賞を果たした。バードマンあるいはで撮影賞を受賞したエマニュエル・ルベツキは前年のゼロ・グラビティに続き2年連続の受賞であり、2人目の2度の受賞を果たしたメキシコ人となった。ポーランド語作品は第十三回で初めてノミネートされて、 以来、柔道外国語映画賞候補となっており、いいだが、初めての受賞となった。作品賞、監督賞、脚本賞を受賞したアレオハンドロ・ゴンサレス・イニアリト、主演男優賞を受賞した、エディレット・メイン主演女優賞を受賞したジュリアン・ムーア、女演男優賞を受賞した、J.K. シモンズ女演女優賞を受賞した、パトリシア・アークエット作曲賞を受賞した、 アレクサンドル・デスプラカ曲賞を受賞した、古文化曲賞を受賞した、ジョン・デジェンド・フトジが受賞者及び受賞作である。アカデミーは2014年11月8日に第6回ガバナーズ賞受賞式を行い、以下の4人に賞を授与した。以下の人物が受賞式でプレゼンター及びパフォーマーを務めた。プレゼンタープレゼンター今回のインメモリアルセグメントは、女優のメリル・ストリープが紹介した。 ジェニファー・ハドソンがテレビシリーズスマッシュ第2シーズンからアイキャンとレッド・イット・ゴーを歌い2014年に亡くなった映画業界人の追悼映像が流された第87回アカデミー賞の主要6部門のノミネート者が白人で占められていることに対して批判の声が上がっているまたキングボクシュを主人公としたグローリー・アスエの更新が監督賞や 演技賞の候補から漏れたことが黒人への礼遇であるという批判が出た。ノミネート者を発表したシェリル・ブーン・アイザックスも個人的には全部門の候補でもっと文化的な多様性が見たい。と述べている。なお、直近20年では第70回と第83回で主要部門のノミネート者が白人で占められるという事態が起こっている。ありがとうございます。